秋元さん、落下賞1着、おめでとうございます。疲れた。疲れました。疲れました。作戦はどういう作戦だったんですか？なんかまあ、寺崎くんがもう前でしっかり頑張りますって決意表明じゃないけど、まあそれをしたことによって、まあ、お互い後ろ2人ピリッとしたんで、まあ、なんとなく指している感じでした。なるほど。じゃあもう追走専念してっていう、まずはその寺崎くんがどういう動きにするかをしっかり見た上で、そこからの判断はまあお互い感じ取るくらいの感じです。まあ、藤井選手が行って古性さんが行って、でまあそこをすかさず行ったっていう感じですけど、たかりは良かったんですか？一回前に出た時に飛びつかれると思って、ちょっと思ってましたけど、まあでもそこに関しては、まあ、古性くんもまあ、ね、同じ近畿ラインとして力勝負してくれたので、まあ、そこのあたりは良かったんですけど、まあ、そこからの巻き返しは早かったなというところです。そうです。ホーム、最初ホームぐらいで手前で来た時は横やりながら行かれると思って出たっていう感じですかね。しょうがなくって感じですね、はい、自分的にはまだ進まないところだったんで、はい、ちょっと怪しかったですけど、はい、まあ、後ろも、うん、三谷さんもちょっとそれは遅れてしまった感じで、まあきついだろうなと思いつつ、はい、まあ、そこら辺は勝負だと思ってるんで、まあ、割り切ってって感じです。まあ、状態はそんなに変わらずっていう感じですか？まあそうですね、はい、良くも悪くもなって感じで。やっぱ古性は2年連続1着ということで、うん、嬉しいんですけどね。初戦が悪すぎたせいで、なんか申し訳ない気持ちです。なるほど。明日近畿4人なんですけど、メンバーも見られましたよ。メンバー見ても別で、まあ、2着上がりですし、全員がチャンスのあるようにしようと思ったら、まあ、別戦せざるを得ないなというところで、まあ、個人的にはもう番手つきたかったんですけど、まあ、自分が番手の技量がないのと、まあ、その勝ち上がりに関しては2着上がりというので全員チャンスあるようにしたいという自分の中での意思表示を示した上での別です。わかりました。では準決勝、決勝に向けて意気込みをお願いします。まあ、そうですね、あの白虎賞1着取れたんですけど、まだまだ気を緩めずに、まあ、準決勝1着取れるように頑張りますので、よろしくお願いします。